こんにちは、ココです。今回は列伝シリーズ3問目、カカシ列伝のストーリーを解説していきたいと思います。カカシ列伝はナルト列伝、サスケ列伝とつながる物語。7代目ホカゲとして激務をこなすナルトは、ある日チャクラを練ると激痛に襲われる病にかかってしまいます。放っておけば一生チャクラを練れなくなることが分かり、里の仲間たちはナルトの体を治す手がかりを探ることに。クラマによれば、かつて陸道仙人も同じ病にかかり、火の国の遥か西にあるレダック国で完治したとのこと。レダック国に潜入したカカシが見たものは、飢えに苦しむ住民たちと6代目ホカゲの熱狂的ファンの王子でした。カカシが久々に先制したり、50人の忍び相手に無双したり、だらしなくない活躍を見せまくります。ということで早速ストーリーを解説していきましょう。小説カカシ列伝のストーリー解説。いち早くレダック国へやってきたカカシは、そこかしこに捨てられた餓死者の死体や飢えてガリガリになった国民を見て衝撃を受けます。レダック国は乾燥していて資源の乏しい国ではありますが、代々王が水を操り、雨を降らせて恵みをもたらしてきました。それを可能にしていたのが、かつて陸道仙人が残した宝具シュイグです。しかし先代の王が死んで、娘のマナリが即位してからというもの、ぱったり雨が降らなくなってしまっていました。王宮に侵入したカカシが盗み聞きすると、マナリはうまくシュミグを使うことができず、以前使った際は鉄砲水で畑や家畜を台無しにしてしまったとのこと。すっかり自信をなくしたマナリは、もはや最初の言いなりのような状態でした。陸道仙人の資料を探すところではないと悟ったカカシは、まずは国の内情を探ることにします。そのため女王の弟ナナリの家庭教師として潜入しました。ナナリは最初に王宮を追い出され、流れ村という田舎で暮らす少年、6代目ホカゲの大ファン、そして勉強嫌いの問題児です。ただしカカシは問題児の教育に関してはプロ中のプロ。ナナリに勉強の楽しさを教えて徐々に打ち解けていき、ついでにイケてる顔面で村の奥様方のハートもキャッチします。カカシは少しずつナナリに世の中のことを教え、火の国のことを語って聞かせました。かつて火の国は周りの国と戦争ばかりしていたけど、交易が栄えていろいろなものが手に入れられるようになって豊かになった。そうなると豊かさが失われる戦争をやりたがる人は少なくなる。そうしてだんだん戦争の起こりにくい世の中になっていくと。そんなある日、ナナリのもとに王宮から手紙が届きます。戦王の命日には王宮に戻るようにとのことでした。はじめは拒否していたナナリですが、カカシと一緒にいやいや王宮へ向けて村を出ます。ナナリが王宮に戻るのを嫌がっていたのは、姉のマナリに対する負い目があったからです。しきたりに従えば戦王の死後、王に即位するのは長男のナナリのはずでした。しかしナナリは激務をこなすことや、父である戦王のように立派な王になる自信がなく、即位を拒否。その結果、姉であるマナリが王に即位したんです。ナナリはきっと姉はうまくやっていると自分に言い聞かせますが、もしマナリが王でいることを辛いと思っていて、自分に王をやってほしいと思っていたらということを恐れていました。不安な気持ちを抱いたまま、ナナリとカカシは王宮に到着。ナナリが会食の席に着くと、そこで宰相が驚きの計画を話し出しました。水不足を解決するために、資源の豊かな他国に戦争を仕掛けて土地をぶんどろうというんです。しかも宰相が侵略先に選んだのは、なんと火の国。レダック国は軍隊を持っていませんが、宰相は50人の抜け人を集め、さらに大砲の技術を手に入れ量産していました。どう考えても瞬殺されるのは明らかな戦力ですが、忍びなんて見たこともないレダック国の偉い人たちはもはやあった気でいます。そして宰相はショックを受けるナナリに、進軍する抜け人50人分の食料を流れ村から提供するよう指示しました。一方、会食からはぶられたカカシは侍女に変装して王宮を探索。戦争の準備をしていることに気づきます。その後、戦王の執務室に忍び込み、陸道仙人に関する文献を盗み出すことに成功。この本は後に木の葉で待機している鹿丸が受け取って解読に回し、極粒子という物質でナルトの体を治せることが判明します。会食を終えたナナリは、戦争をしなければならない理由が分からず戸惑っていました。カカシはそんなナナリの国の本当の姿を見せるため、王宮の外へと連れ出します。そこには餓死したまま放置された人の死体や、食べるものがなく痩せこけて火の皮をかじる人々の姿がありました。ナナリは翌朝、マナリと最初を問い詰めます。そこでマナリがうまくシミゴを使えないということが分かり、ナナリはさらにショックを受けることに。流れ村に戻って、食料提供や戦争のことを村人に伝えながらも、自分がどうするべきか分からず苦悩するナナリ。自分の頭で考えさせるため、カカシも助言はしません。悩んだ末に、ナナリは戦争ではなく対等な立場で火の国に支援を頼むのはどうか
とかかしに相談します。かかしは書簡を送っていち早くそれを伝えることを提案し、ナナにはホカゲ宛に手紙を書いて伝書高に託しました。そしてわずか数日、女王と最小の軍が村に迫っていました。しかもその数は抜け人50人どころではなく、大砲や徴兵された市民も一緒です。これだけの人数に食料を提供するとなれば、流れ村の食料はすっからかんになります。備蓄が尽き、冬を越せなくなるのは明白でした。ナナリはついに女王と最初に反逆することを決断します。カカシはナナリを助けるため、村全体を囲むように土頓で高い壁を出しました。ここで初めてカカシは自らが忍びであることを明かします。ナナリは6代目ホカゲみたいと驚きますが、そこに関してはまだ秘密。協力して最小たちを追い返そうとしますが、村人はビビってしまい、なかなかナナリに賛成してくれません。そこでタイミングよくやってきたのが、火の国からの手紙を持って戻ってきた鷹です。手紙には可能な限りの支援を約束するという文言と7代目ホカゲのサインが。大国の助けが約束されたことで村人も勇気づけられ、団結して最小たちと戦うことが決まりました。そして真夜中、作戦決行の時です。村人は大砲の火薬に水をかけて使えなくする役、ナナリは女王を捜索する役、そしてカカシは抜け人50人を一人で片付ける役です。カカシはろくな装備を持っていないものの、素手は鍋の蓋で手だれの忍び50人を殺さず無力化してしまいました。一方、マナリと最初は異変を察知して崖の上に避難。形勢不利と見た最初はなんと周囲の力で村ごと水で押し流すようマナリに言います。マナリがそれを拒否すると、最初は周囲を奪ってマナリを水浸しにしてしまいました。その場に割り込んだのがナナリと合流したカカシ。最初の出す水とカカシのカトンがぶつかり合い、あたりに水蒸気が立ち込めます。明らかにシュニグを使いこなしている様子を見て、最初がこっそりシュイグと契約を交わしていることを見抜くカカシ。最初は血筋上に自分が王になれないことに不満を持ち、マナリに言うことを聞かせて国を乗っ取ろうとしていたクーデター犯だったんです。火点の連発でチャクラが少なくなったカカシは、ついに額当てで隠していた左目をあらわにします。そこには赤く輝くシャリンガンが。最初は相手がシャリンガンのカカシと気づいて震えたものの、お前の未来は死だと煽られてブチ切れ、シュイグを天高く掲げて水を放とうとします。その刹那、雷に釣られたれ倒れる最初、カトンと水筒のぶつかり合いでできた水蒸気が積乱雲となり、シュイグが飛来心になって雷に打たれてしまったんです。まるでサスケのキリンみたいですね。ちなみにカカシのシャリンガンはただの変化、最初を動揺させるためのハッタリでした。その後ナナリがシュニグと契約を結んで、あたりに雨を降らせ大砲を無力化。クーデターは失敗し、火の国との戦争も回避できました。その後ナナリはマナリに代わって王に即位。カカシは騒ぎが収まるといつの間にか姿を消していました。本人の口から語られることはなかったものの、その後7代目ホカゲから届けられた全年齢版イチャイチャパラダイスの帯には6代目ホカゲ推薦のコピーとともにカカシの顔写真が写っていました。まとめ、以上カカシ列伝のストーリー解説でした。ホカゲ引退してもシャリンガンなくなっても、やっぱりカカシはいい先生で最強ですね。ちなみにこの後悟り戻ったカカシはヤマトと一緒にさらに過酷な任務に挑むことになります。気になる人は概要欄からナルト列伝をチェックしてね。カカシ列伝のストーリーいかがでしたか？コメントお待ちしてます。